残り9分だ。ひゃー、あー残り9分です。残り9分、はい。これこのあれ説教部屋っていつも土曜日公開とかですか？土曜日ですね。その時だったら行っていいと思うんですけども、うん、今週ね僕会社に来たらですね、うん、あれなんですよ、今週あの週の終わりの方で北海道行くからって言われて、いやいやいや待ってくださいよと思って、急激にね待ってくださいよ、普通に週5来る予定でその仕事組んでありますから、うん、水曜日までしか会社入れないんじゃってかなりきついっすよみたいな感じで、でかつそういうのもあって、あといろいろね撮影しなきゃいけないじゃないですか、ゴニョゴニョするやつが、うん、なので結論から申し上げましてですね、今週はお肉をくるくるできません。そうなんですよね、はい、はい、言っちゃうっていう、もう言っちゃいっちゃう、もうどんどん言っちゃう、先に言っちゃうから、ね、どんどんカード切っていきますよ。そう、私ね気づいたんですけど、はい、今日ぐらいが多分説教部屋1周年なんですよ。そうだ言ってた、マジで多分7月10日ぐらい、11だったっけ、11ぐらいが最初に、ちょうど1周年なんですよ。パッチョが鼻に突っ込んでた、鼻刺したまま手手放しでモンスターやって最悪サナパッチョさん、はい、もうサナパッチョの説教部屋、説教部屋は始まってますよ。あ、もう始まってるんですか？何をそんな鼻に刺してるんですか？まずそれの説明をお願いいたします。ちょっとこれあのモンストスタジオ、あ、なんかすごいパッチョが鼻になんかやってましたね。あ、なんか薬中のやつ突っ込んでるで、リーにすげえ後ろバシーンって投げられて、いてーよって言って言ってましたね。そうなんですか？みたいです。じゃあね、ケバブ焼いてね、お祝いしたかったですね、うん、まあまあ来週から来週やりましょうか、やりましょうかね、説教部屋パーティー。そう、ちょっとね、今週はお肉パーティー全然嬉しくね、普通にケバブ食べようよ、美味しいの。説教部屋パーティーやりましょうよ、お肉パーティー。でね、物はね、すべて揃ったんですよ。 そう、このヒーターも届きました。じゃあなんでもう開いてるかっていうとですね、さっきね、動画を撮ってたらね、一回ポシャったんですよ。そう、その撮ってた動画が、だからその開封の儀みたいな一応やってたんですけど、それなくなっちゃいました動画が、うん、全部これね、アマゾンさんからのやつをね、そう、そのアマゾンあるあるとかを言いつついろいろ言ってたんですけども、うん、届きました、ヒーターも届いた。あと100均であのジョーゴってなんやみたいな話のあった、これも買ってきました。そう、これね見つからなかったんだよ、これ見たことないですもん。1店舗目で、ね、僕2店舗目まで行きました。すげえ遠かった。あ、ペペの、ペペのあのどこだっけ、あの東口のあっちまで行きましたよ。真逆まで、歌舞伎町の方まで行った、うん、100歳まで全然なかった。ありがとうございます、うん、はい、ジョーゴ。じゃあこれもで、これもいけるでしょ。であとはそのこれにそのジョーゴを取り付けて、取り付け方法もね、なんか普通にここにビスでねガッて止められるっぽい、ガッてですね、うん、ガッてガッて、あ、すげえなんですよ。なるほど。じゃあこのこれのがちゃんと焼けるか、ちょっとそれのチェックをしましょうか、うん、あのね、そさ結構不安なんですよね、ちょっとね反り立ってるんですよね。確かになんか、はい、こうなってんのかな。つまりこれで単にケバブをこう立てると、うん、この辺はあまり焼けない可能性がある。そうなんです、そうなんです。下ばっか焼けちゃう可能性が高いので、うん、そういうのもあるし、あとそもそもこいつ自体の火力がね、どうなのかよくわからない。300ワット、600ワットとか書いてあるけど、今日じゃ本当にそのそれだけのパワー、じゃあちょっとやってみましょうか。ちょっとじゃあこっちに向けて5分ぐらい待ってみます。ちょっとやってみましょうか、うん、ちゃんと超ボルトを取り付けました。うるさいうるさい、このね言いたい、そのくだりもすげえ超ボルトをお粒に取り付ける作業ね、さっきねニヤニヤしながらやってたんですけど、ですね、その手前のやつ一番抜いてもらって、あ、これ、はい、あ、全部はダメです、その黒い、それだけ、はい、なんか爆弾処理班みたいな。パッチを取り付け中、コンポジション C4。 さあ、よし、プラグ差し込んで電源のつまみを右に回してお好みの位置に合わせる。まあ最大ということで600ワットで、ここですね。これね、パッチさん軽々持ってますんですけども、超軽いんですよ。超軽い。軽石みたいに軽い。片手で。ほんとね、軽石だと思いますよ、本当に。軽石レベル。じゃあ、右に回していただいて。どうぞ。600ワット、いきました。何も感じない。まあ、まだそんな、ね、うん。時間か
かるんですよ。余熱みたいなの必要ですよね。余熱って言わないか。めっちゃ熱くない？熱いぞ。今ね、あれなんですよ、色はまだオレンジに切り替わってないんですよ。切り替わってないですね。なのにかなり熱いよ。熱い、めっちゃ熱い。こんなん焼けるって。あーちーちービビダビーダ世代それ原曲のか。やっぱちょっと色ついてきた気がします。これはね、これ焼けるかもしれない。これは焼けるわ。ちょっとしばらくこうしてたら、だって熱いもん。もう熱い、サウナだ。パッチョ一番熱いんじゃない？よくいられますね、そこに。高橋ここ座ってみてください。いや無理無理、めっちゃ熱いですよ。何もしてなくて今軽く汗かいてるのに。熱いってこれ。近づいて。いや無理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 。もうちょっとケバブぐらい近づいてもらえたら。いや無理無理無理、もっと熱いってこれ。無理だよこんな。ケバブの気持ち熱い。やめた方がいい。すごい。これをその見えますかね。持って大丈夫？多分ね、あのポチがね、ポチで。ああそうかそうか、消えちゃいますですね。でこれをこの距離で回したらクソ熱いって。絶対焼けるよこんな。焼ける気がしますね。これさっき話してたんですけども、普通にここにお肉乗せれば多分焼けるから、ね、自由。確かにちゃんと網になってますから。網だ。これすごい熱い。これは焼ける、焼ける、うん、僕汗ばんでますから。熱いですね。すごいじゃん。全然軽く問題ねえじゃん。いけましたね、意外と。いけましたねとか言って、あとはこの魚釣りとのうまく距離感、くるくるシステムとか距離とかちゃんとやれば全然いけるって。うん、多分本当に20分ぐらい。高さ的に大丈夫ですかね。高さはまあなんか合わせましょう。あでもいけるんじゃないですか。ちょうどいいか。ちょうどそうだね。ちょうどこんな感じでね。ブルンブルンが来る場所。それでこう刺すからちょうどいいんじゃないですか。お肉はちょうど。うん、映るかな。映る？ちょっと映んないか。じゃあもうあとは。あとやるだけだわ。うん。お肉をこれに刺して、これをこう刺すんでしょ。違います、逆です。あ、こうか。うん。それでその上に割り箸を刺す、ね、肉をつけた割り箸をバッと、はあ、で、お肉を巻きつけて。絶対焼けますね。10分ぐらいで焼けるんじゃないですか、ものの。結構焼けると思うよ。結構熱いですもん。こっちだいぶ近いですよね。うん。それがね、心配なんですよ、ちょっと。結構こっちの溶けがあるんですか。ブルーン自体がってことですか。うん、なんかアルミで保護した方が良くないですかみたいなことをいただいてたんですけども、それだけでいいのかもよく分からない。この辺まで熱くなるかですよね。あ、でもこれ横にはその拡散してたけど、縦は大丈夫なのかな。一回つけてみます。もう一回つけてみます。うん、ちょっと縦拡散、縦拡散をモンストみたいにやめてください。バーティカルあるかも。そうね、ホライゾンだけかもしれない。ムラが僕この前もミルトンが使ってんの初めて見たんですけども、結構いいですね、あの横のやつ。これいいですよ、ね。熱い熱い。うん、ここに来てください。ここどうですか。なんで僕が行くんですか。手当ててんじゃん今。結構。まあでも大丈夫か。その温まるぐらいですね。溶け出すほどじゃない。溶け出すほどではないね。めっちゃ顔熱い。ここまで高くなるとちょっとだけ。うん、大丈夫だね。本当暑いってこれ。私たちはこういう感じで見守るんですか。なんか。いやでもくるくるしてんの皆さん見たくないですか。うん。ちょっとカメラもうちょっとね。うまく。だからなんかもう別カメラとかにして撮りましょう。そうですね。そのくるくるしてるのをなんか眺めてる3人を後ろから撮るぐらいのシュールな絵が必要ですよ。確かに。そうですね。ちょっとまあいつも通りフリートークなんてしながらね。うん、でもここにいたくないぞマジで。暑いよこれ。せっかくだからね。1周年を祝って乾杯とかしてね。ああいいですね。乾杯とか言って。モンストウォーターください。モンストウォーター持ってきますね。マジで汗かいてきた。ちょっとやめましょう。もう顔が熱い。熱い本当に顔がカッカしてきた。これクーラーガンガンに、ね、それで向こう側の人に怒られる。寒いんだよこっちはって。これ持ってったら高いよっつって。じゃあこれ北海道持ってってください。寒いと思うんで。北海道もこっち。いや持ってかないですよ。寒くないですよ今北海道。そうなんですか。なんかもう暖かい、 いんだ。20度いくかいかないかぐらいなんじゃないですか。じゃあはい、まあ、そんな感じでちょっとですね、今週は残念ながらもうそろそろ終わりにしないといけないんですよね、うんうん、時間もなくて、ちょっと今日は時間なくてなのであれなんですけども、はい、あの物は揃いましたので大丈夫です。いけるだろう。
いけるだろう。確実な一歩を私たちは大丈夫です。踏み出した踏み出してました。あっちマジあっち熱い。牛肉ですよね、次用意するのは。うちら牛肉担当、牛肉担当ですよね、うん、あと私はナイフ担当ですよね。はい、あと僕もうちょっとこのシステムをやっておきますので。はい、はい、システム待ってめっちゃ映っとってコロコロしてめっちゃ映っとっていいのか、はい、というわけで、はい、ちょっとすいません、今週は焼けなかったんですけど、はい、来週確実に焼けますので、あと皆さんですね、そのなんか1周年らしいので、ちょっと皆さんも皆さん側でちょっとなんかお祝いムードを醸し出しつつこの動画を見てくださいよそうですね、うん、昔のやつとかね、そうそうそう、見たりしてね、そう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 、みたいなね、ちょっとなんか思い出に浸ってください、うん、ね、早いですね、うん、あれから1年、若かったですね、別人ですよね、確かに。高橋君も私も結構別人なんですよね。あなたは別人なんですか。はそんなに結構ね、見直しとね違うんですよね。それはなんかよりなんかお綺麗になられたとかそういう話ですか。いやいや、もうなんか雰囲気が全然若いって感じ、あどけないみたいな。いいね。横の人はすごい首をかしげになられてますけど。あどけなさってなんだろう。今プラス5キロぐらい太ってましたし。え？あの頃はもう痩せたんじゃないですか。いや、もう あの時はまだ初めの方だからプラス5キロぐらい。あ、そうなんですか、うん、私が入った頃ですか、うん、もう別にそういう方なんて僕にとってはもう端数みたいな。端数は言い過ぎだ。5は端数、端数は言い過ぎだわ。私28キロですからね。あの時プラス28ですから。まだ痩せちゃってるんですよね。小4ぐらいがね、一体いなくなった。一体いなくなった。よく考えたってお昼ご飯食べたね。ただ昼ご飯食べないの非常に良くないし、良くないよ、はい、はい、というわけでちょっと皆さん来週をお楽しみ、楽しみ、なんともね説教部屋的な流れでね、僕はとてもいいと思ってます。先週ね、もう来週焼くからとか言ってね、本当に今週焼けてたらね、僕全然違うと思うんですよ、うん、説教部屋そんなね全然違うと思う。マッチョバスはいつやってくれるんですか。 あれね、全然進める気がない。今のとこ夏やってください。8月、今のとこ進める気がない。8月でなんかもうそのまま丸って投げてもいいと思う。僕別に行かなくていいんじゃない。いやいやいや、何をおっしゃいます。丸っと投げる。ちょっと私たち CC に入れてちょっと送っときます。今週中にね、夏のうちにやっぱ体験しておきたいです。8月でなんか入ってんだよ。1月はダメ。じゃあ9月。じゃあ9月。まあいいや。マッチョの実りの季節やっぱ8月です。この前ね、え、それ僕ね、うん、あれなんかどっかでテレビ見てたんです。ほうほうほう。それやってたよ、そのツアーのやつ。やっぱりやってた。番組で。え、また。いや、なんかツイッターでもやってましたよっていう。多分僕見たのそれだよ。多分それです、ね。多分なんか休みの日だったもん。休みの日ですね。なんかね、その最後のシーンだけ見て、なんか誰だっけあれ、誰かわかんないけど、女性のタレント、うん、芸能人の方が真ん中にいて、マッチョをその周りが取り囲んで、複数8人ぐらいで、でわーって回ってた。マッチョ。で、なんか触っても大丈夫、お触りオッケーみたいな感じで、マッチョすげえ回ってたこれ。へえー。回られたい。マッチョに回られたい。結構やばかったよ。ね。これじゃんと思って。行きましょうよ、早く。お願いします。お願いします。コミットしてください。やだよ。お願いします。お願いします。8月で、実りの季節なんです。マッチョの。夏でしょ、やっぱ。実りの季節なんで。かなりちょっとひよってる。えここに来て。その映像を多分見ちゃったからっていうのはあると思うんですけど。すごかったもん、なんか本当に。見ちゃった。なんか筋肉とかそういうレベルじゃないマッチョの人だったから切れてるのかちゃんとね、ボディビルダーガン、うん、本当に。でなんかちょっと結構小麦色になってるし、肌がいい感じに、マジでマッチョなんだ。それでなんかの海パンみたいに入ってて、太ももすげえな、ケツ叩きたいとか思ったんですけどちょっとね、それはよく僕はちょっとあんまあれですよ、消極的な姿勢を見せている。なんでこんな追求されてるの。これ説教ちゃん、説教やな、うん、これ説教ちゃんかな。提案してくれたん高橋君じゃないですか。で、私たちはもうそれで行く気になっている。ウキウキやった。これデートドタキャンぐらいのギルティーですよ、ね、それはやばい、ね、うん、しかもデートごどころかマッチョがいっぱいいる。確かにデートより楽しいそう、この機会を潰そうと、そう、目の前にあるこの機械を、うん、せっかく掴み取れそうな、そう
じゃあ講習中ね。お願いします。メール送ってください、ね。お願いします。CC に入れて。お願いします。わかんないっすね。僕にとっての今週はね、あと数時間しかないんですよ。確かに。もう旅立たれる。そうなんですよ。北の大地。次の説教部屋の撮影までに、まあ、次の時にメール書くとかでいいと思う。じゃあパーティーの途中でなんか、うん、メールそこでメール書くでいいと思う。わかりました、うん、じゃあ一緒に考えましょう。それでいいと思う。そうしましょう。okay、本気で追求する。なんなんだよ、こんな圧力すごいと思わなかった。圧力が。ちょっと思われます、ね。ありがとうございます。また来週よろしくお願いします。はい。だから皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブでは様々な生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。